張各は、道教の一派である、太平道の創始者、奇襲巨録軍の人、功労を報じて、太平道を引き黄巾の乱を引き起こした。自ら体験領主と称し、太平道の信者を集め養っていた。信者たちに、ひれ伏して、罪を懺悔させたり、不遂を飲ませることで病を癒したため、人々の信仰を集めた。十四年のうちに、 数十万人の信者を八つの州で獲得するに至ったため、信者を三十六の法に属せしめ、それぞれの方に巨卒を置き管轄させた。表面的には全道をもって天下を強化していたが、内部では結託して、高鷹氏の世を作ろうと格索していた。やがて、蒼天衣市王天統立度市、在庫市殿下大吉という標語を掲げ、落葉の縄文や中軍の役所に、 白亜で、皇子の字を書いて、造反をアピールした。皇は7年、人神獄を捧げて、天を、祭り、一斉に放棄して、衆軍の役所を焼き払い、長官を殺害し集落を略奪した。長閣は、天皇将軍と称した。しかし、同年夏以降は、五官朝廷の候補高氏や、主春らの活躍もあり、急速に乱が収まっていった。長閣は広宗によって抵抗したが、 10月に広宗は、陥落した。この時、長閣が、すでに病死していたため、討伐軍は棺を暴いて、遺体を刑罰に処し、斬首した首を、落葉で木に吊るした。この後も、黄巾を名乗る放棄は、各地で続いた。さらに、北の宮白玉、関水、長園、長王様など、黄巾以外の反乱軍も数多く放棄し、もはや、五官朝廷の手に負えなくなった。 この事件以降、五冠の権威は地に落ちた。やがて、黄金兵を参下に組み入れた曹操に、孫権、劉備を加えた三者が定立する、三国時代が到来することとなる。小説、三国支援儀では、長閣、長宝、長領の三兄弟は、不代秀才という設定で登場する。ある日、山に薬草を最終紙に行ったところ、南家老仙という人物に会い、 太平洋術三冠を授けられ、まさに天に代わりて、戦火し、天ねく世人を救うべしとの使命を与えられる。また、もし悪用すれば、必ず報いを受けるだろうと警告される。これにより、風雨を呼ぶ能力を身につけ、太平洋人と交すことになる。中平元年正月に薬病が起こると、聴覚は不遂をもって、人々の病を癒し、さらに、体験漁師と交している。 その後、史実通りに、黄金の乱を起こし、乱の最中で死んでしまう。小説、三国支援儀では、黄金刀の一人として登場。ありがとうございます。